チャオ、ゆりこたいらです。皆さんこんにちは。今回素晴らしいゲストが、ね、来ていただきました。ゆりこってるです。チャオ、はじめまして。ゆりこ、今日ありがとう。いや、こちらこそありがとう。ありがとうございます簡単に説明をすると、エリコッテロさんは、イタリアでもう同じ活動をみたいされてるんですよね。なんかちょうどね、ユリコはイタリアから日本に来て、私はその反対みたいな、うん、そうですよね、そうですよね。で、イタリアでタレントをやったりとか。あ、コスプレはやってない。コスプレはやってない、コスプレはやってない。でもタレントとかテレビね、たまにちょこちょこで見たんですよ。あと YouTube とか、はい。で、結構有名な方さんなので、で、日本語のチャンネルもありますよね。そうです。なんか、綺麗なイタリアを紹介する、もう、私みたいに汚いんじゃなくて、もう綺麗な感じでイタリアを紹介するのチャンネルもあります。真面目な感じかもしれない。私はよくわからない、ずっと話ばっかりしてるからさ。あと、よくイタリアに行くときに必ずイベントはね、コスプレイベントに行くからさ。そうだね。逆にイタリアどこなのって思われる。日本のキャラクターいっぱいキャラクターいっぱいとか漫画屋さんとか。なるほどね。ちょっとね、私はなんか真面目にこうローマとか、あ、それベネチアとか、まあそう、イタリアが好きな日本人の人のためとか、イタリアに留学したいなって思ってる人にこう役立つ情報とかも。そう、いや、それがいいんですよ。実はね、マネージャーさんはもう前から、うん、実はこんな情報をね出してほしいんですよって言われたんですけど、わかんない。いやむしろ日本の方に詳しいよね。そうですよね。違って言うとそうですよね、うん、ということなので、はい、今日はね、エリコットロさんは私のよりは、まあ、イタリアに詳しいということなので、いろんな質問ねしてみたいなと思って、で実際、まあ、ファンからこれは本当なのって、うん、よく撮ってた動画に書かれたんですけど、はい、確かにね、日本のとイタリアの一番の違いのはね、うんうん、エチンじゃないかなって思いました。ちょっとストレートに言うなんですけど、そこ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 ポンク。でもそうなんですよね。例えば、あ、そう、初めて、そう思い出した。初めて日本に来た時は、うん、結構アニソンディスコとか、うん、そういうなんかアニメオタクのクラブにいたりとかしてたんですけど、だいたいそのところはね、ラブホテルの渋谷のあたりぐらいにあるんですよ。わざと？いや、わざではない。わざではない。多分みんな行かないんですよ。ほぼほぼみんな行かない。そうなんだ、うん、でも、そう、だからあれ、あ、日本のホテルおしゃれって思ってたんですよね。で、全然実は全部ラブホテルだったんですよ。あ、ラブホってことを知らなかったんです。知らなかった、当たり前知らなかったんで。イタリアないやん。まあね、確かにラブホがイタリアにはないから。でも逆に思うんだけど、じゃあイタリア人ってさ、例えばさ、まだ実家で親と住んでる、うん、はい、まあ、高校生とか、はい、たまに大学生とかも実家に住んでる人がさ、うん、ね、カップルでさ、で彼氏の家に行くとかさ、でも親いるじゃん、うん、どうやってすんの？え、聞けばいいじゃん、親に。ちょっとお邪魔しないでねって言えばいいんじゃん。え、ちょっとしに行くからどこかによく関係でかけてに行ってねとか。そんなオープンなの？オープンかなと思う。嘘嘘。いや、本当。まあ、もちろん家族によるなんですけど、大体そうですね。車の中とかって聞いたことあるんだけど。あ、もちろん、もうそうだ、ね、もちろんもちろん、私はそうですよね。そうだ、これはまあもうファーストプレイスだね。で、セカンドプレイスはもうちょっと付き合ってから、ちょっと親を紹介して家に行くよ、ね、じゃね、いいよりになると、もう3回目はあれ。で、面白かったのは、そのたまにね、イタリア人の親さんとかちゃんと用意してくれるの。あ、親が、あれ、そのゴムがちゃんと用意してもらって、あれ、ちゃんと使ってね、気をつけてねって感じで。あと、寒いからちゃんと上着着ていきなさいよみたいな感じで、ちゃんとゴム持ってきなさいねって言われるんですよ。どんなロープ？そう、イタリア人は普通にカップルで一緒の空間にいたら、もうそこでもうやりたいと思ったらすぐやるから、わざわざじゃあラブホ行こっかってなるのが分かんないってこと。そう、不思議だよね。まあ、だから日本人はあれじゃない、まあ、カップルだけじゃなくて飲み会、合コンとかってちょっと酔っ払って、じゃあもうこれからどうする、あ、なんかあそこに
ね、なんかこうワンナイトラブじゃないけど、そういうのにも便利なんじゃないか。今は面白いですよね。文化的には。え、じゃあちなみにさ、イタリアでさ、そういうワンナイトラブはどこでするの？カップルじゃなくて、もうその時ディスコテーカ行って、もう酔っ払って、あと車、個人的には経験ないから、そこまで知らないけど、友達は車とか、あと、あのクラブの外とかやってる人がたまに見たんですよね。見た、あのリミニコーミッチってわかる、うんうんうん、あのコスプレイベントなんですけど、リミニは。コスプレイベントですよね、リミニコーミッチさん。で、アニメを、あの、日本みたいにアニソンディスクのイベント、必ず毎年やったじゃん。私も確かにちっちゃい時に16とか17歳の時にあの行ったんですけど、確かにソートに出てもう2人がやってるし、そこに何回も見たことあるんですよ。じゃあさ、もうあれじゃない、みんなラブホまで行く我慢がないかもしれない。あとお金もったいない。 あとビーチでやるとかは見たことはあります、ね、ビーチ、うん、うん、もうまあやっぱりビーチとかで、そう向いたよね。でもさ、イタリアにさ、もしラブホがあったら儲かると思う。あ、でも儲かると思う、うん、どっちかっていうと絶対儲かる、絶対みんな便利になると思うね、え、うん、普通にあったらいいのにね、普通に、うんうん、なんか友達の話から聞いたんだけど、イタリアでね、もうレストランで、なんかレストランで2人でディナーしてて、なんかもうその時にもそういう気分になったらしくて、あ、トイレ、やっぱり私、あのさ、本当なのってずっと聞かれたんだけど、レストランのトイレ、でも私言っても動画の中でさ、でイタリア人考えかけないよってよく言うなんですけど、そんなことなんですよ。もう美味しいご飯を食べながらちょっといろんな話して、もうそういう気分になって、そうでやりたくなるので、イタリア人そんなこと、そうだよ、ほぼほぼそうだよ、でやっぱりトイレとか、まあそうだよね、ちょっとな、だとそれだったら日本人だったらここで、あ、いい雰囲気になったってことで、じゃあ移動しよっかってなってラブホに行くんだと思う、うん、多分やっぱりイタリア人我慢できないっていうこと、我慢できない、我慢できない、そうだよ、トイレで、それはすごいね、確かによく考えれたらワイルドだな、もうどうしようしていかない、なんかさ、ラブホの方がさ、完全に2人きりでさ、誰にも見られてないっていう、もう安心感があるんじゃない、だトイレ、あ、やっぱりイタリア人はね、それが好きかもしれない、ちょっとドキッとするのは、そうだ、私は絶対嫌だなんですけど、あのドキッとするのは好きかもしれない、そうなの、ということで、日本人はラブホテル、イタリア人はどこでもいつでもいつだよ。イタリア人は使うユリコ？いや、イタリア人、私ではない、イタリア人。ということで、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございます。変な話に付き合ってもらって、ね、私本当に変な話好きなんだけど、こうなぜか自分のチャンネルではそういうちょっと下ネタっぽいこととか、ちょっとそっちの話を、まあ一人でやってるからね、一人でこんな盛り上がれないから、うん、なるほど、ね、なんか一緒に話せる人がいたら私全然 OK で、おー、なんかめっちゃ楽しかった、いいね、イタリア人の人とこういう話こう深くできたの、ね、まず私はなかったから楽しかった、あとはもうちょっと詳しくお寿司食べながら、はい、はい、ということで、よかったらぜひエリコッテルのチャンネルとかも登録してください。あれ、エリコッテルじゃなくてエリコイタリ、うん、あのエリコッテルはイタリア語で話してるチャンネルで、うん、私のユリコタイガと一緒、そうで、日本人向けのチャンネルはエリタリー、エリタリー、綺麗なイタリアがね見せるから、はい、ぜひ、で、いつかね、はい、また時間があればぜひ、いろいろ、ね、本当に、でもゆり子の家に来れてめっちゃ幸せ、めっちゃ楽しい、ありがとうございました、ありがとうございました、またよろしく。